はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリビジです。では今回はですね、信長の野望創造戦国立志伝小早川秀秋でのプレイ、続きをやっていきたいと思います。で、前回までにですね、尾張を手中に収めた小早川家なんですが、今回はですね、東海道を登って、下ってって言った方がいいんですかね、家康の本領関東江戸を目指す戦いをやっていきたいと思います。で、現在の勢力ですね、簡単に確認しておくとですね、まず家康なんですが、武将200、これはね圧倒的です。で、連合を組んでいて兵数が9万4000で、この敵の連合に組みする国々どこがあるかというと、基本的にはですね、徳川一門系が主に入っているんですが、連合に入っているところで言うと、どうだろう、そんなに敵の連合には入ってないのかな、これを見ると。そうですね、連合には入っていなそうな感じだな。敵の連合に入っているので言うと、赤い連合を組んでいるところってどうですか、ほぼないんじゃないかな。こうやって見ていくとないですね。浅野家ぐらいですか、今のところ確認できているのは。浅野ぐらいですかね。この時点では水戸徳川とかそもそも存在しないので、そう考えると大名家としては浅野家ぐらいですかね。もしかしたら細々した市場レベルの国、大名は加担している可能性はありますが、そういうことになりそうですね。で、京よりというか、尾張より西側に関しては全て、豊臣方、三成側、西軍側に属しているので、ほぼほぼ心配はないかなというところになります。では、早速続きの方をプレイしていきましょう。まずですね、小早川だけ先行しすぎても、実は徳川と戦うだけの力はないので、できればですね、そういう意味では石田と連携しながら戦っていきたいなというふうに思っています。なので、今最前線がですね、実はこちら岡崎城小早川家になっているので、これを一つ前線を進めるにあたって吉田城ですね、この吉田城はできれば石田方に取ってもらいたいというところがあるので、援軍の要請ですね。まだ出せないかな。そしたら援軍要請としては、援軍要請ができるタイミングまでちょっと待ちましょう。で、あとですね、敵側になっているかどうかは別として、戦わなくて済むなら戦いたくないというところでは、前田家とかね、あえて戦いたくはないので、平岡を送っておきましょう。ちょっと時間はかかりそうな感じはしますが。で、京極か、京極と池田堀尾、この辺りは同盟関係にありそうですね。なのでちょっとターンを送って、石田方の出方を見守りましょう。報告いたします。で、浜松城攻略はできればやめておきたいところなので、ちょっと様子を見ましょう。で、石田の動きも今はちょっとないかな。では、ちょっと地味なフェーズが続きますが、少し内政の方を入れておきましょうか。進出系ですね、しっかり進出はかけておきましょう。まずは清洲城をしっかり、どっしり大きくしていきたいなというところにはなるので、ただ木材がね、ないので、城の改修っていうのが少し難しいかなっていうところですね。出陣します。で、石田が出陣しましたね。伊藤森政隊、これが飯田城に向けて進撃を開始したか。飯田城ね、
出陣する。ご命令くだされ、報告いたします。先月の終始です。これを見ていくと今池田家がどうやら緑になっているな。どういうことだ。ああ、池田家は石田家に従属させられたんだな。ということは次の標的は堀尾家になりますね。堀尾家の浜松城攻略になるのか。で、ここは真田幸村隊ね。これが乾城に向かって進軍中か。乾城の防衛線に当たってくるわけですね。出陣する。出陣します。出陣するぞ。ともするとここは、奥重政隊1400が浜松城に攻めかかっていて、雪村隊と堀尾隊が戦闘中になってますね。では我々も援軍として出陣しましょう。ズバリ浜松城攻略に向けて出陣します。ご命令ください。報告いたします。報告いたします。このまま順調にいけば浜松城の攻略はできるかなというところにはなるので、浜松城攻略の後ですね、次どこを狙っていくかをちょっとそろそろ考えておきたいですね。で、清洲城はタタラバが作れるのかな。タタラバはちょっと無理かな。そうすると進出をかけておきましょう。バシバシ進出ですね。清洲城を発展させておいて間違いないですからね。まあその拠点として使っていきたいなというところになるので、このまま順調に発展をさせていきましょう。で、山内家掛川城に来ていて、同じく山内家の池田戦隊が掛川城で、目標に設定してきてるんだな。そうなるとどうですかね。ここはこのまま進み込んでいきますか。徳川も順調に順調に勢力を伸ばしてるからな。報告いたします。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。ちょっとやっぱり木材不足がかなり深刻化してきてるな。そしたら一旦兵を引いて。かしこまりました。お任せください。出陣する。始めろ。落とせなかったか。まあしょうがないね。承知いたしました。お任せください。始めろ。できればね、石田隊に浜松城は落としてもらいたかったんですが、まあ、さっき言ったように単独でその徳川に抗う力というのは残念ながら今の小早川家にはないので、まあ、そこをね、なんか打開するっていう意味ではやはり石田が勢力を伸長してくれるっていうのはね、重要なファクターにはなるんですが、ちょっとそこまでには至らないかなというところですね。で、ちょっとお金に少しだけ余裕が出てきているので、ちょっとここは木材を買いましょう。そうしないと少しばかし内政面に影響が出てきているので、やっぱり木材かなり重要ですね。木材がないと何もできないと言ってもいい。
そしたら、まあ、公家町とかを建てておけば、石高と商業両方上がるので、まあ、美味しいですよね。あとは宿場か。宿場を、名所があるので、その名所の脇っちょに建てておきましょう。で、鉄砲鍛冶か。鉄砲鍛冶も建てられるなら建てておきたいけど、あえて潰す必要があるかっていうと、そこまでの価値はないので、まあ、練兵場、まあ、練兵場もいいかなとなれば、寝室を1本入れておきましょうか。キオスは完全に終了してるね。となると、寝室ではなくて、岡崎の建設を入れておきましょうか。畑、寝室しかないね。浜松を落としたので、ちょっとしばらく軍としては駐留させましょう。もう今の時点で徳川と、残念ながらというか、案の定というか、国境を接するまでになってしまったので、まず石田に関しては、どうだ？飯田城攻略目指してもらえますか？で、我々としては、この隙を突いて、一挙に乾城を落としましょう。で、できれば、すぐにでも、山内家とは和解をしておいて、乾城を吸収する作戦を練っていきましょう。で、松平康重隊か。これが2500。福島正則を出しましょう。で、奥平隊も出して、ここは一気に。徳川と一戦交えておきたいですね。そうなんですよね。清洲城を回収しておきたいですよね。両国家とはまだ戦いたくないので、迂回しておきましょうか。浜松城に浅野行長隊5700。この5700というのは浅野家の軍勢にはなるので、浅野家と戦端を開くことにはなりますが、ここは援軍でしのぎましょう。ここが血みどろの戦いになってきてるな。福島正則がいるので、まあ、なんとか持ちこたえてはくれるかな。飯田城には徳川からの援軍が出てますね。石田三成自ら飯田城を攻めていると。で、さらに滝川勢も出ていて、総勢7000。さらに奥平隊が援軍として乾城には来てますね。なので、飯田城と乾城両方で戦端が開かれている形になってます。報告いたします。先月の収支です。報告いたします。
そしたら岡崎城は、福島正則あたりに地業を与えて任せますか。今福島正則は出陣中だから任せられないね。じゃあちょっとこのまま内政を自らの手で入れていきましょう。岡崎城も大きくしていってあげないといけないので、ここが貴様らの地獄よ。浅野幸長対5700が来てるね。織田の援軍はちょっと来ないかな。このままだと浅野幸長5700、犬以上にはさらに援軍が来てるね。ちょっと早めに決着をつけないとまずいな。さらに援軍要請できるところがあればというところですが、久喜家に援軍の要請をしましょう。持ちこたえられるかどうかは別にしてね。で小早川秀明隊出したいけど兵糧不足か。そしたら兵糧をちょっと確保するまで待ちましょう。出陣できないのは痛いな。福島正則の一旦兵を引きましょう。ちょっと今は浅野家との戦いに備えた方が良さそうだな。で京極の方はというと、京極隊と、あと徳川からの援軍1600に、3方向から石田隊が攻めかかろうとしているので、まあ、ここは、まあ、まず間違いなくというところですかね。で石川隊3100が浜松城に向かってきてくれてるけど、ちょっと遅いよね。行くぞ。みんな我に続け。福島正則はもみ消されそうだな、このままと。報告いたします。先月の週では先ほどの続きの内政になるんですが、まず米不足になっているので、米を買っておきましょう。何ですか。で米を買ったので、これで出陣が可能な状態になっていますと。でさらに言うと、建設ではなく進出もできないか今だと。うん、であれば登用していきましょう。堀尾忠治で5700か。浅野幸長5700、ちょっと武力見ておきましょうか。統率62、武勇68、知略が74で、福島正則隊はもう壊滅するね。これ城にも帰れないでしょう。うまく逃げ寄せてくれることを祈りましょう。で久喜義高隊4600、これが浜松城に向かってきてくれているのと、石川、貞清隊3100、これも向かってきてくれているので、これらが間に合えば、防衛はできそうですね。そしたら一挙に犬以上を狙いましょう。表情を始めましょう。報告しますね。報告しますね。報告しますね。これが治療は忘れないうちに与えて、おきたいところですが、任命かな。福島正則には与えられないかなというところになると、ここは黒瀬城の松野もしくは平岡、この辺りは宿老クラスにはなってくるので、松野をこの浜松城に入れましょう。で与力として清須から、いや福
島正則と福島2人を入れておければいいかな。高春、この2人を入れて任せちゃいましょう。で、岡崎と清須は相変わらず直轄扱いとして、しっかりと育て上げていければいいかなというところになりますかね。で、岡崎に関して言うと、まだまだこれから発展の余地があるようなところにはなってくるので、しっかり岡崎を育てていきましょうか。で、岡崎に今人は、4人しか入ってないのか。でも、清須にもね、8人しかいないので、そう考えるとちょっと人材が不足してきてるかな。今全体で43人で、配属状況を見ていくと伊万里城に5人、村中に7人、立花山城に5人、この辺りにこんなに人がいるかって話だね。そうなってくると、なので一旦呼び寄せましょうか。あ、そういうこと。黒瀬城って今任せてない状態になってるんだね。じゃあ黒瀬城ももうこちらで、どうのこうのするような状況ではないので、黒瀬城も任命しちゃいましょう。平岡に任せて置けば十分でしょう。家を一つ起こさせて、でだ、こっからなんですが、直参にして呼び寄せちゃいましょう。所属ごとに相当かけて、立花山城に、こんなにいるかって話で、下2人、引き抜きましょう。今投資中か。じゃあやめとくか。村中城は鍋島は残して、ただ鍋島なんとも言えないけどな。村中城5人いて、長崎元家だけ呼び寄せますか。で、名古屋城はこれでいいでしょ。で、日の熊城から竹中で、伊万里城もこんなにいらないんで、龍蔵寺2人を引き抜きましょう。こんなところからな。そうすると村中城も2人、鍋島が分かれちゃいますけど、いいでしょう。で、合戦の情勢ですが、まずは、浜松城に関しては敵を退けることが成功しましたね。で、小早川隊が秀明自ら犬城を攻めているので、これに加担できる戦力があるかどうかだな。ちょっとないかな、今だと。で、三成隊はというと、この飯田城を今攻め落とそうかというところに来ているので、まあ、戦線が一つ先に進みましたね。始めるぞ。敵が我が領内に向かっております。池田戦隊4500、これが浜松城に向かっているんであれば、浜松城に小早川秀明隊を出しましょう。で、石川隊が今なんとか踏みとどまってくれてるわけだな。で、久喜隊4600が踏みとどまってくれているので、これはこの隙にやっぱり予定通り犬以上に向かいましょう。やるとするか。表情を始めましょう。報告しますね。報告しますね。これが先月ので、石田の旗、第一大満大吉の旗が飯田城に立ったので、浅野隊が結構でっかくなってるね、こうやって見ると。で、徳川も相変わらず大きい、兵数11万で、石田家が9万6千、で、我が方小早川家は3万というところですね。で、近くにいる味方でいうと、あと前だけが3万っていうところか。まあ、この辺りがね、どっちにつくかでだいぶ変わってきますね、情勢が。で、あと織田、ここも2万4000。
もう少しね、小早川が、厚みを持つというか、勢力的に大きくなってくれば、なんとか、徳川と一戦交えることもできるかなというところなんですが、今今だとちょっと難しいかな。で、今、直轄になっているのが清洲城と岡崎城のこの2つになってますというところなので、ここをうまく増改築しながら、戦力の増強を図るということにはなるかなと思うんですけど、いかんせんちょっと家の数が足りないかな。まあ、つまり領地が足りないっていうことなんですけどね。石川隊、いて、久喜隊も帰っちゃうか。で、池田戦隊は駿府館で目標は今定めていないと。山内も掛川城所属で何もしていないですね。雪村隊が犬城の増援に来ていると。なるほど。で、ここは合戦で。中山隊を踏みつぶしましょう。無刀取り持ってるね。さすが兵庫の助だな。続け。乱戦に持ち込めれば。元通り発動したけど乱戦状態に入ってなかったかな。近代史は速攻で壊滅に追い込みましょう。信行を追っていきましょうね。もうちょっと数は減らしておきたかったかな。まあ、ただここは離間を打てばすぐ終わりますね。で、後ろから多分雪村隊2200が迫ってると思うんですよね。来たね。なので、この雪村隊とまずは、一合戦しましょう。で、こここそもう本当に乱戦に持ち込んで、無刀取りを発動しましょう。雪村といえど、我が無刀取りの前には、なすすべがないでしょう。さすがだね。でもここまで来てもなお強いね、雪村隊は。で、あとはのんびり本丸を狙いましょう。で、ここまで来れば、犬以上を取れば、山内家を攻めるのは2方向から、西側からと北側から両方向から攻められるようになるので、だいぶ楽にはなるかなという感じですね。さあ、これでいよいよ徳川とも戦端を開いたわけですが、やっぱ真田がね、徳川にいるっていうのは、まあ、邪魔くさいというか何とも言えないですね。強いんで。
今のうちだ。はい、というわけで今回徳川とまあちょっとね一戦交えたわけなんですが、前線を確認しておくとですね、最前線は飯田城とこの犬井城が前線になります。で、東海道を駆け上る駆け下るという意味では、まあ、浜松城を抑えて犬井城を抑えたので、次回はですねこの掛川さらに駿府と落として家康の本領関東へと向かっていきたいと思います。で、石田に関してはですねこの先なんですけども、まずはこの高遠城ですね、今徳川隊とぶつかってますけど、まあ、この徳川隊とぶつかっていただきつつですね、浅野家、ちょっとこの浅野家も邪魔なので浅野家を潰してもらい、同じく関東へとなだれ込んでもらいたいなというふうに思っています。というわけで今回は一旦ここまでにさせていただきたいと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。もしよろしかったらですね、このチャンネルの登録をよろしくお願いいたします。あとですね、ツイッターの方で動画の更新状況と、あと収録状況、まあ、その他雑多な内容にはなるんですが、情報の方を発信しておりますので、よかったらツイッターの方もフォローもよろしくお願いいたします。